こんにちは荒木和弘です、えー、令和3年、えー、3月8日月曜日のショートメッセージをお送りします、えー、今日お話しするのはまあ戦後体制と拉致というお話なんですけれども明日、えー、15時からあのっ、まあ、と驚くようなところで、えー、ライブをやりますで、えー、ここまだ実は私行ったことはないんですで、明日行くのが初めてなんですけれどもおいろんな資料を見ていてですね はーって本当に考えさせられることがありました。えー、なんか気を持たせるような言い方で申し訳ないんですけども、皆さんもあのご覧になればあの意味はわかると思います。であのシンゴジラ映画のシンゴジラの中にですね。えー、と竹之内豊が。 長谷川博美に話す言葉の中で「戦後は続くよどこまでも」というのがあったように記憶してます。あのまあ要は自重気味にですねアメリカとの関係は簡単には切れないんだというような意味だったと覚えてるんですけどもまああの。 本当にいいよ。我々え私は昭和31年1956年の生まれでま高度成長を待った中で育ってきた人間です。でえま世の中はま待ってればですね。だん,だん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 良くなるもんだという。そういう中で育ってきました。あの、家の前の道が砂利道だったのが舗装され、家にテレビが入って、そのテレビが2台になり3台になり。 で白黒がカラーになりっていうような時代を過ごしてきた人間です。で待ってれば世の中が良くなる今のままにしとけば良くなるんだっていうようなことでこの社会はやってきました。だけど本当にそれで良かったんだろうかということをまあ痛切に感じます。拉致被害者まあこの後ろにある。 この映画の横田めぐみさんにせよあるいはこの特定視聴者の方々にせよその隙間にある意味では落ち込んでしまったのではないだろうかというふうに思うんですね。で何度も申しましたけども守ってるだけでですね攻撃しないっていうことであればもう攻める方はどっかでも場所を選べるわけで極めて簡単です。で守る方は全部守るなんてとてもできるはずはない。 で実は選手ではなくて攻撃の部分をアメリカに任しといてで要は自分は手を汚してませんというふうに言ってきたのがこの国の平和国家ということだったんではないだろうかと思います。でもそれで平和が守れるわけもなくその分だけアメリカに好きなことをされ一方で国民は連れ去られていったと。 もちろん拉致だけではなくてさまざまなもっと別の今我々が知らない被害だって当然あったんだろうと思います。でかつてはこれじゃいけないというような思いを持った人もいろいろいたで、まあ、三島由紀夫事件なんかは一つその象徴だったのかもしれませんしあるいはあの一時期クリス博臣倒幕議長の,です、ね、あの解任とかですねまあそういうようなこといろいろありましたけども。 ともかくこの状況を少しでも変えようというものに対しては、まあ、徹底してそれを潰してきたというのが残念ながら、えー、日本という国の現状だったんではないだろうかなということを、まあ、痛切にに本当に感じている次第ですで私と蓮池薫さんは一つ違いで私の1学年下になりますそれから奥さんの子さんんの子私と同学年です。 でまあ、大体今帰ってきている方々はあの私と同じぐらいの世代ですで、えー、5人が帰国してきてで、あのー、2か月後ですね平成14年の12月18日から20日だったと思いますがあの新潟の月岡温泉にですね、えー、みんな集まってでそこで、あのーまあ、要はあのー、ご家族が帰ってない えー、ご家族一人だけで帰ってきた曽我さんを励ますというのは一応、まあ、建前だったんですが、まあ、5人が一緒になるという機会がありました、まあ、当時救う会の事務局長だった私も、まあ、2泊3日あ、まあ、一緒にですね参加をしておりましたで、えー、その時 <laughs> あのお夜、えー、カラオケをやったんですね あのもうカラオケ本当は閉まってたんですけども、まあ、あのホテルの行為でですね開けてもらってでそこでまあみんなで歌う歌ったと。で、えー、帰ってきた5人の方々歌う歌は当然ですねあの昭和53年より前の歌です。で、えー、私の隣にあの千村靖さんがまあいましてで千村さんに誰だったかあお前あの北朝鮮で えー、カラオケってあるのかよというふうに、あのー、聞いたんですねでそうしたら千村さんはいやカラオケあるよあるけども、まあ、歌ったことはないで北朝鮮で日本の歌歌えないからというふうにまあ答えましたでまあその後飲んでてですね千村さんがぼそっと「まあ、だけど二人だけの時には歌ってたんですよ」というふうに、あのーまあ、私に言ったんですね。 えーまあ、あの私自身はその頃、まああ、そんなめちゃくちゃではないにしてもみ歩いてカラオケ行ってです、ね、好き勝手に歌を歌って、まあ、20代30代を謳歌してたわけなんですけども、まあ、その時に同世代の彼らはそこへ閉じ込められて自分の自由を奪われてたとでそれに対して、まあ、私も昭和55年の時点でそれ知りながら結局何もしてなかったということでした。 でえーまあ、もう面倒くさいことは見ない方がいいよねっていうふうにして、えー、今日まで来てしまったということだったんではないかと、まあ、5人が帰ってきたのは本当に、あのー、大変なことだったんですけども、まあ、そこでまた今度安心してしまって、えー、次に行かなかったというのが現状ではないだろうかと思います。でこの状況はですねこれやっぱり間違いだったということをみんなもう考えるしかないです。 それも私自身自分自身が間違っていたということですおそらくもう社会全体がそういう意味では一番大事なところを間違っていたのではないかそれをもう一回見つめる必要が私はあるのではないかなという感じがしておりますこれは別にあのあいつがダメだこいつがダメだという話はありません、ね、自分自身がそれをしてこなかったということの反省でもあります明日あのそのライブ ご覧いただければ私の言っていることの意味が多少はお分かりになるんじゃないかなと思います。えー、今日もありがとうございました